リミキ踊ってくださっている方もいらっしゃいます。準備も万
皆さんたくさんお越しいただきましたね。さあ、あの会場の櫓の上ですけれども、太鼓のお姉さんたちいるの見えますか？東京乙女太鼓さんです。改めまして、皆様こんにちは。私たちは、あ、ありがとう。私たちは、粋でいなせな和太鼓にキュートな乙女心をみー、和太鼓アイドル東京乙女太鼓、イエーイ。はい、ありがとうございます。私たち東京乙女太鼓は本格和太鼓パフォーマンスと女の子の可愛いを融合した世界初の和太鼓アイドルとして全国各地で活動しております。本日はですね、私黄色のマオリン、そして紫のエリリン、そして赤色のリリー、リリーは盆太鼓日本一の肩書きを持っております。ぜひ盆太鼓日本一の、バチさばき見ていただけたら嬉しいです。はい、そしてですね、はい、本日たくさんの、方に見ていただけてとっても嬉しいんですけども、皆様ちょっと見てください。この皆様なかなか見慣れない太鼓、スタイリッシュな太鼓があると思うんですけども、本日はこちらの楽器メーカーローランドの電子和太鼓太鼓1を使って最新の盆踊りをお届けいたします。はい、この電子和太鼓ですね、1台で200種類以上の太鼓の音色が出るんです。ぜひそちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、この後もですね、皆様、踊りに太鼓の音色にドドーンと楽しんでいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。東京乙女太鼓さんの太鼓を聞きながら、皆さん今日はですね、あと9曲ありますので、どんどん踊っていきたいと思います。次の曲ですか、盆踊りの中でも一番有名な曲ではないでしょうか、文庫節です。こちらレクチャーも続きますので、ぜひ一緒に踊ってみてください。では早速レクチャータイムに参ります。皆さん簡単なのでぜひ一緒に踊りましょう。ありがとう。いきます、せーの。掘って掘って、また掘って、かついでかついで、後戻り、押して押して、開いて、チャタンガチャ。皆さん完璧です。では早速音楽参りましょう。レッツボタン。
Thank you.
さて次はですね、本日横浜開港祭ということで、横浜にちなんだ曲をお届けしたいと思います。こちら終わりましたら一旦休憩とりますので、前半戦最後の曲一緒に踊ってください。リンリンお願いします。はい、横浜アラメアワンドです。こちら手旗信号がございますので、一緒に練習してみましょう。いきますよ。よこま、以上です。ありがとうございます。それではミュージックスタート。
ます、横浜に詰まりました曲となりました。ここで5分ほど休憩をしたいと思います。皆さんね、とっても暑いので水分をしっかりとってください。はい、フラフラするから動かないでって言われたんですけど、全然終わってすぐ行っちゃなってまいりました、この後5時から、盆踊りこちらの方で始めさせていただきます。先ほどね、かなり暑い中で踊ったんですけれども、だいぶ涼しくなって盆踊りにはぴったりなんでしょうか。もうすでにジャンボリミッキー踊ってくださっている方もいらっしゃいます。準備も万端かと思いますので、もう少ししましたら本番始まります。それまで体を温めて楽しんでください。よろしくお願いします。
それでは盆踊り始めてまいりましょう。 YMCA になります。みんなで YMCA と作って楽しんで踊りましょう。ではレッツボンダンス。はい、ではですね、今 YMCA できましたよね。それとですね、この曲皆さんよくご存知の、盆踊りの振り付けで踊ります。リリちょっと皆さんにお伝えいただいても大丈夫ですか。はい、いきますよ。炭鉱節なんですけど、ちょっとアレンジされてます。みんな知ってるかなと思いながらもちょっとレクチャーします。いきます。掘って掘ってまた掘って担いで担いで後戻り。次の違いますよ。押して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 開いてちゃんちゃちゃんがちゃん、こちらになります。皆さん上手に踊れています。ありがとうございます。それではミュージックスタート。Thank you.
ではここでもう一度自己紹介させていただきたいと思います。日本盆踊り協会と申します。今日はですね、また5時の会、皆さんとも盛り上がっていければと思います。さて、この上ですけれども、ご覧いただくと高いところに太鼓の可愛い女子たちがいますけど、見えますか？はい、東京乙女太鼓さんです。こんにちは。皆様こんにちは。私たちは、あ、粋でいなせな和太鼓にキュートな乙女心もミックス、和太鼓アイドル東京乙女太鼓。イエーイ、ありがとうございます。東京乙女太鼓は本格和太鼓パフォーマンスと女の子の可愛いを融合した世界初の和太鼓アイドルユニットとして活動しております。本日は私、グラビアと太鼓二足のわらじでやっておりますマオリンです。そして大食いで最近テレビにも取り上げられて大活躍中、エリリン。そして盆太鼓コンテスト優勝、日本一の肩書きを持つ乙女の頼れるリーダー、リリー。イエーイ。はい、そしてですね、皆様ちょっと見ていただきたいんですけども、ここにある私たちが叩いてる今この太鼓、少し見慣れないですよね。スタイリッシュなこの太鼓、楽器メーカーローランドの電子和太鼓太鼓ワンと言います。本日はですね、この太鼓ワンを使って最新の盆踊りをお届けしていきたいと思います。はい、叩くところはね、この面と縁2個なんですけども、1台で200種類以上の音が出ちゃうんです。ぜひね、そんな音の違いも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日は最後までドドンと盛り上がりましょう。はい、ありがとうございます。東京乙女太鼓さんの太鼓で今日盛り上がっていきましょう。さてですね、今日は、お子様もたくさんいらっしゃってますので、いくつか、アニメからの曲もお届けしたいと思います。まずはですね、一番最初、これはお父さんお母さんもよくご存知、みょげたいやきくんです。リリー、曲紹介お願いします。はい、平泳ぎをする部分があるんですけど、そこで一番綺麗なフォームを皆さん私に見せつけてください。よろしくお願いします。そしてミュージックスタート。ありがとうございます。すいません。Thank you.
ます。これもアンパンマンらしい動きがあるんですよね。リンリン何かありますか？はい、手を前に出して、1,2,3,4 1,2,3,4、お空を飛ぶイメージで踊ってください。それではミュージックスタート。いけますね。はい、ということで、ではもう一つ、アニメの中からもう一曲お届けします。次はドラえもんのですね。ドラえもんも何か動きありますか？ドラえもんはですね、ひょっこらひょっこらひょっこらしょ、ひょっこらひょっこらひょっこらしょっていうところがあるんですけど、そこはグーをグッチョブマークを作って踊ってください。以上です。
じゃあまず皆さんグッジョブやってくださいね。いいですか？サムズアップですよ。いいですか？高く見てください。いい？じゃあこれでいきますよ。覚えておいてください。じゃあいきますかね。はい、このヤグラの横に行きます。じゃあミュージックスタート。できましたか？いいですね。次はですね、ちょっと、外国のお客様を何人か見受けますけれども、ぜひ次は新しい別の外国の曲でも踊ってみたいと思います。普段ね、伝統的な盆踊りの曲で踊ること多いと思うんですけれども、はい、次ちょっと聞こえてくる曲よく聞いてくださいね。この曲に合わせて踊るってどういうこと？見ながら踊ってみてください。よろしいですか？この曲分かりますか？はい、聞こえてます。うん、はい、言ってます。ジンギスカンです。はい、行きますよ。
はい、ありがとうございます。最高潮に盛り上がってまいりました。そうですね、ちょっと喉も渇きましたので少し休憩を取りながら行きたいと思います。踊り子の皆さん、どんどんお水飲んでくださいね。皆さんも会場の皆さん、どんどんお水など休憩を取りながらご参加いただければと思います。そこで、休憩をいただいている間に会場のエコ対策についてお話をしたいと思います。こちらの会場で使われている音楽、光などの電気ですが、どこから来ているか分かりますか？実は車なんです。こちら、会場の海側の方ですね、トヨタモビリティ神奈川さんのブースでトヨタクラウンが展示されています。この車は水素を使って電気を発生させて走ります。その電気を利用して会場の音楽を流しているんですね。排気ガスも出ず大変環境に良い電気となっております。詳しい仕組みもご覧になることができますので、踊った後ぜひトヨタモビリティ神奈川さんのブースまでお越しください。さあ、ここで乙女太鼓さん、実は車が大好きというふうに伺ってます。ちょっとお話になりたいと思いますが、どうでしょう？はーい、車大好きマオリンです。はい、私欲しいマオリンもですね、クラウンと同じタイプセダンを乗っておりまして、しかもですね、いろいろと、車のタイヤやホイールを変えたり、車高をねちょっと下げたり、あ、法律の範囲内でですよ、はい、下げたり、いろいろカスタムをして、地元の群馬県を駆け回っておりました。今はですねちょっと乗ってないんですけども、実はですね、群馬県、地元の群馬県はちょっとこう何、道路が白線もない、ちょっと砂利とかが多かったり、凸凹の道があったりして、車高が低いもんですから、凸凹に落ちてドコッとなって、ラジエーターという部分がやられてしまったんですね。はい、なので今は乗ってないんですけども、マオリンが壊したラジエーターもですね、そこのトヨタモビリティさんにて見れますので、ぜひ遊びに行ってみてくれたら嬉しいです。はい、そしてゲームもね行っておりますので、ぜひそちらにも参加してくれたら嬉しいです。はい、素敵な紹介ありがとうございました。ぜひトヨタ、モビリティ神奈川様のブースの方にお越しください。さて、盛り上がってまいりました横浜開港祭ですけれども、ここで、いくつか横浜に、ちなんだ曲で踊ってみたいと思います。横浜というと皆さんどんなイメージをお持ちですか？そうですね、海ですよね。すぐ近くにありますけれども、海といえば船に関する踊りになります。横浜アラメア音頭ですね。こちらの振り一つ、特徴的なのがありますので、ビンビン説明してもらいたいと思います。お願いします。はい、手旗信号第一部でもやったんですけど、もう一回やってみましょう。いきます。よっ、右に手を動かします。こ、今度は開きます。は、今度はちょっと上に上げてください。ま、はい、今度また右の方ですね。そしてバッテンです。クロスをします。はい、下ろします。できますかね。もう一回だけやってみますかね。はい、いきますよ。よ、はい、右です。こ、今度は開きます。は、上です。ま、右で、クロスします。横浜って言ってたら分かりました？やるんです、これをやるので、ぜひ覚えて、これだけできればもう完璧です。いいですね。はい、ということで始めていきたいと思います。よろしいですか？はい、ミュージックスタート。Thank you.
い、ありがとうございます。横浜にちなんだ動きがいろいろ出ていたのが分かりましたでしょうか。はい、さて次ももう一曲横浜の曲をお届けしたいと思います。次は横浜の踊り子という曲になりますが、これもお願いします。こちらはですね、ちょっと難しいんです。ちょっと難しいんですけど、よく分からなくても踊っちゃってください。それではミュージックスタート。今日はですね、そんな太鼓をフィーチャーした曲になります。リンリン曲紹介お願いします。はい、日の国太鼓という曲になります。リリーちゃんも大好きって X でつぶやいてたので、ぜひぜひみんな踊りに参加してください。
それではレッツボタン。
ん覚えてましたね。さあ今ユーロビート聞こえましたけれども、最後は日本のユーロビートで踊りたいと思います。皆さん大好きなあの曲です。意味いいですか？はい、大丈夫です。一般参加者の方に大人気ダンシングヒーローになります。ぜひぜひ輪の中に入って踊ってください。ちっちゃいお子様も大歓迎です。それではミュージックスタート。ちょっと踊り足りないですよね。まだ踊りたい、踊りたい人、ありがとうございます。じゃあね、今年、今日はですね、横浜開港祭ということで神奈川にちなんだ曲でいきたいと思いますが、神奈川のミュージシャンといえば誰ですか？誰？聞こえない、大きい声で。湘南の風、あ、それもそうなんです。
ね、コンサートありますから、それも気になりますけれども、皆さん好きなのは老若男女大好きなサザンの曲でいきたいと思います。はい、先ほども大盛り上がりの曲でした。今ね、上に乗っています、日本盆踊り協会のダンサーの皆さん、今度はぜひ顔見て踊りたいな、みんな可愛いので、いいかな、外見て踊ってくださいね、お客さんの方を見ていいですか。はい、じゃあそれでは行きたいと思いますが、じゃあリンリン大丈夫かな、 OK。 はい、じゃあ行きます、ミュージックスタート。はい、ボンキーボーイがかかりました。皆さん、舞台の上を見て一緒に踊ってください。お願いします。
全11曲踊っていただきました。第2回目の、盆踊りの時間となりました。ご参加いただきました皆様どうぞありがとうございました。日本盆踊り協会とサーターアンダギアイスガフォーライスでした。この後ですね、また19時、7時ですね、同じ会場にて盆踊りございますので、また1時間後しっかり休憩をとっていらしていただければと思います。周りにですね、ビール、おいしいお食事、いろいろございますので、ぜひ楽しんでお腹を満たしてまた踊りに来てください。どうもありがとうございました。
それでは続きまして希望のわらじを踊ります。はい、そうですね、神奈川といえばやはりサザンオールスターズを踊り出す方も多いんではないかと思います。希望のわらじなんですけれども、この曲を有名な盆踊りの曲で踊りたいと思います。何の曲でしょうかね。炭鉱節になります。アレンジしております。はい、炭鉱節です。皆さん踊りますか。踊れる人、大丈夫そうですね。いっぱい手が上がってますね。そしたらじゃあいきなりやっちゃいますかね。ちょっとだけ注意点ありますか。全部大丈夫。押し手が4つ開いてチョンチョチョンガチョン、それだけです。はい、そうなんですよ。少しね、曲を合わせるために2回押すところを4回押すので、そこだけ気をつけて。なんですけど、始まってしまえば絶対大丈夫です。それではミュージックスタート。まずは手拍子から入ります。ここで持って、持って入ります。
さあではまずですね、上の櫓の上をご覧いただきたいんですけれども、こちらで元気に太鼓を叩いていただいている可愛い女子がいますが、ご紹介したいと思います。東京乙女太鼓さんです。皆さんこんばんは。私たちは粋で稲瀬川和太鼓にキュートな乙女心をミックス、和太鼓アイドル東京乙女太鼓。イエーイ。うわすごい盛り上がり、嬉しい。はい、東京乙女太鼓はですね、本格和太鼓パフォーマンスと女の子の可愛いを融合した世界初の和太鼓アイドルユニットとして活動しております。はい、それではですね、メンバー自己紹介いきたいと思います。まずは私、グラビアと和太鼓二足のわらじでやってます、マルチのマオリー。あーすごい。そしてエリリー。最近食いしん坊でテレビにも活躍しております、エリリー。そしてビリー、ボン太鼓コンテスト優勝、日本一の肩書きを持つ乙女の頼れるリーダー、リリーです。ありがとうございます。本当にたくさんの皆さんに囲まれて、私たち今とっても幸せです。私は実は幼少期を横浜市の戸塚区、わかります、ここから30分くらいのところなんですけど、戸塚区の人っていますか。あ、いるいる、嬉しい。はい、私幼少期戸塚区におりまして、とても馴染みが深いこの町で本踊りができてとっても嬉しいです。けども見慣れない太鼓、なんだかスタイリッシュな太鼓がありますね。こちらの楽器、楽器メーカーローランドの電子和太鼓太鼓1と言います。はい、こちらですね、女の子の私たちでも片手でひょいっと持ち上げられるくらい軽くて、1台で200種類以上の太鼓の音、それや鐘の音、ドラムなどをたくさんの音色が出ます。はい、こちら本日はですね、こちらの電子和太鼓太鼓1を使って最新の盆踊りをお届けいたします。イエーイ。はい、ありがたくさんの盛り上がり、ありがとうございます。さっきからちらほらね、女性の方もたくさんいらっしゃるのをお見受けするんですけども、東京乙女太鼓メンバー募集しております。小さい子は何歳、中学生、中学生から上は制限はありません。ぜひ太鼓に興味ある方、ご応募してください。お待ちしております。それでは最後までドドンと盛り上がっていきましょうね。イエーイ。はい、ありがとうございます。とっても元気でキュートな東京乙女太鼓さんの太鼓に合わせて、これからもガンガン踊っていきたいと思います。さて次の曲ですが、先ほど踊った振り覚えてますか。炭鉱節の動きですね、掘って掘ってまた掘ってなんですけども、これを次の曲に合わせていきたいと思います。まず前奏から聴いていただければ、もう何の曲かすぐ分かりますね。はい、はい、じゃあ前奏からかけていきますよ。いきますか。この曲です、皆さん覚えますか。はい、yeah.
か YMCA めちゃくちゃ盛り上がってましたよね。はい、ではですね、ここでまた違う曲に入りたいと思います。いくつかアニメの曲で踊ってみたいと思います。最初の曲はですねキャッツアイなんですけども、これちょっと一つ特徴的な動きがあるんですよね。リリーお願いします。はい、こうやってにゃー、逆側のにゃー、こちらのポーズがこの曲のポイントです。ぜひやってください。はい、ということでそうですね、キャッツアイなので猫の動きをしたいと思います。ここのところだけ気をつけて、ヤグラの上の、ダンサーたちを見てぜひ踊ってみてください。それではレッツボンダンス。踊り子の皆さんも適宜水飲んで、それから皆さん手にビールとか持ってたりしませんか？持ってる方ガンガン飲んじゃってください。いいですか？せっかくなのでビール持ってる人も持ってない人もエアーで乾杯しますか？いきますよ皆さん、せーの、乾杯。最高です。はい、では今ビール飲んだとこですけど、ちょっとまた子供の曲になっちゃいますけども、じゃあ今あげた手を今度は横に動かす動きの踊りをやりますかね。ドラえもんなんですけども、じゃあリンリンちょっと説明お願いします。はい、こちらの踊りのポイントは右
左に、おっとっと、こちらになります。はい、そうですね、指を今度は横にピーと伸ばして、はい、みんなでやりますよ、いいですか、はい、恥ずかしがらないで、はい、右に手伸ばして、せーの、右に、おっと、左に、みんな可愛い、最高です。じゃあこの動きのある曲ですね、いきますよ、リンリンお願いします。はい、それではミュージックスタート。次ですね、エビカニックス知ってますか？あ、知ってる。
これいいですね。お子さんも踊れるかな。で、エビとカニの動きだけはちょっとしっかり覚えていただきたいので、櫓の上の段差ご覧ください。まずはエビと言われたらエビです。皆さんやってくださいね、恥ずかしがらないで。いいエビできました。次カニは、カニです。チョキ2つ振ってください。もう一回やりますよ。エビカニ、そうです。じゃあ私がエビって言ったらエビやってください。カニって言ったらカニやってください。いいですか。いきますよ。エビカニ、エビカニ、次エビジャンプしてください。いいですか。エビ、はい、エビ、エビカニ、エビカニ、イカ、行かないです行かない、大丈夫です。いいですか。じゃあエビとカニの動き覚えましたね。はい、じゃあそうしたらこの曲だけ、あのエビとカニだけしっかり覚えてやっていただきたいと思います。大丈夫かな。はい、それではいきます。エビカニソング、ミュージックスタート。などの電気ですが、どこから来ているか分かりますか。ね、提灯が綺麗になってまいりましたけれども、これ実は車から来ているんです。
あちらですね、会場の海側の方にございますトヨタモビリティ金川さんのブースでトヨタクラウタ展示されています。この車は水素を使って電気を発生させて走ります。その電気を利用して会場に音楽を流しているんですね。排気ガスも出ず大変環境に良い電気となっております。詳しい仕組みもご覧になることができますので、踊った後はぜひトヨタモビリティ金川さんのブースの方までお越しください。そこでですね、もう一つお知らせがございます。ヤコシモの携帯がございまして、赤いカバーがかかっております。もしお子供とお子供あたりの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、こちらのブースですね、盆踊りの音源流してもそのブースの方にいらしていただければと思います。はい、ではですね、一旦ちょっと会場の方に行っておりまして、ここでちょっと東京乙女大吾さんですね、車が大好きというふうに聞いておりますので、ちょっとお話を伺いたいかと思います。お願いします。はい、車大好きマオリンです。はい、私ですね、愛車は、クラウンと同じセダンタイプを乗っておりました。今はですね、車を持っていないのでよくタクシーを利用するんですけども、街で見かけるタクシーは圧倒的にクラウンが多いです。クラウンコンフォートというんですけども、多い理由に、高い耐久性、そして整備しやすい修理性、修理しやすい整備性そして高級感のあるデザインととっても人気になっております。ぜひ皆様、車を買い替える際はクラウンで。以上、勝手にクラウン大使マオリンでした。できましたでしょうか。それでは後半戦ガンガンいきたいと思います。今日はですね、横浜開港祭ということですし、先ほど今夜湘南の風のライブの方も終わったということで、神奈川愛爆発させていきたいと思います。ですね、こちらでまず2曲ほど神奈川横浜にまつわる曲の方をお届けしていきたいと思います。まずはですね、横浜アラメア音頭というものなんですけれども、横浜といえばやはり海ですよね。はい、ということで海に関係する動きがあるんですけれども、ちょっとこちらの方を練習したいと思います。ミミお願いします。はい、ですね、こちらは手旗信号がございます。一部二部と一緒に踊ってくださった方は覚えてしまったかもしれませんが、もう一度お願いします。いきますよ、よーはい、よっと言いましたら右に手を伸ばしてください。次、こう、横浜のこうですね、こちらで手を両手を広げます。はあ、はは手を上の方に上げてください。まあ、ま、で今度は、右に手を動かしてから今度クロスします。もう一度やってみますね。はい、よ、右です。広げます。はあ、上です。まあ、右に行ってクロスという動きです。完璧です、ありがとうございます。それでは早速踊ってまいりましょう。レッツボンダンス。Thank you.
後半戦ガンガン盛り上がっていきたいと思います。さあそれではですね、次の曲、明日のことを考えながら行きたいんですけども、なんかどうやら台風が来てるっぽいですよね。ちょっとお天気心配なので皆さんでこの曲を踊ってみたいと思いますが、リンリン曲紹介お願いします。はい、ビューティフルなサンデーにしましょう。ビューティフルサンデー、踊っていきたいと思います。次の曲、皆さんご存知の曲なんです。
なと思います。とっても可愛い曲なんですけれども、 YOASOBI のアイドル、世界的にも有名ですよね。こちらの曲を踊っていきたいと思います。ちょっとじゃあせっかくアイドルなので、どうやったら可愛く踊れるのかリリーに聞いてみたいと思います。ですね、やっぱり一番大事なのは笑顔です。笑顔で歌ってくださいということで、皆さんアイドルに負けない笑顔で踊っていただきたいと思います。それでは始めますよ。はい、ミュージックスタート。ちょっと難しいですけれども、真似をするかそれともざっくり盛り上がってください。いきますよ。Thank you.
しい。
昼があれ。え、それだ。